煙えぐ。うわ、くっさいと思ったらそこか。もっと回してくれ。じゃ回して二足にすぐ変えないやつ。すぐ変えんでもいいじゃん。回したけどな。ウインカーついてるよ。はい、はい、もう僕多分来たね、一回。うん、5時半期。うん、マジだ俺。あ、マジだ。エンジン切った？うん、止めた。だって大丈夫。マジはないでしょ、電話使った。あ、カンか。やるよ。これで当たりが出てたら楽しいんだけど。まあ、これせっかくニキビなくなってきたのに増えるやん。そんなもん死ぬか。ちゃんと洗顔しろ。なしとるし。ちゃんと洗顔してもできるもんはできるんだよ。そう、そういうこと。これはいい、確かに。こっち。本当やな。ここで U ターンした方がいい？いや、こっち抜けた方がいい。抜けれるの？うん。狭っ。あー、怖っ。なんか春と空に見えるよ。うん。豆粒みたいな点になってるわ。おい、すごい。どうやってこんなに毎回毎回。なんかめっちゃハマるとき気がする。草、何草？うわ、この臭い匂い久しぶりだな。やっぱこんなに臭いか。で、僕が俺が一番早く、多分俺が一番早く気づいた。笑わせてね、これや。あー、ダメに。あー、ごめん、ダメに。終わったかもしれん。ここでいいか。はい。なんだよ、俺も。なんで、あんだけ目の先生は。今下がるぞ。ごめん。うん、写真だけね。目の先生は。斜めにしよう。うん。泳ごうかな。いってら。うん。うん。うん、勝手にやってくれ。ちょっともう一回出すわ、あの子。どの子？好きだな、その子。どの子出すや。この子出すわ。こっちかばんね。俺もじゃあ写真撮れやすか。だってせっかく勝ったらさ、元撮るぐらい写真撮らせて。貧乏で撮る。何元撮るって。あ、ちょっと俺、角度が全然違うわ。ちっちゃにも変わらずさ、縦にしちゃったことでよりちっちゃく見える。うん、よりちっちゃく見える。あ、でも日がね、あっちだもんな。めっちゃ車おるわ。あのおじさん、見れてあげるか、しょうがないから。うん、あのおじさんね、すごい入る。え、仲間に入れるわな、はい、車のナンバーも。ちょっと入れてあげた。さあ、グロムの前に座ってるもんね、写真撮れんだけど。わかった、いいじゃん。お前じゃ…お前邪魔。邪魔お前。頭でかお前。体ちっちゃいって言って。幻想…ちょっと俺、もう一回ヘルメットかぶり直そうか。何しに行くよ。お前ヘルメット落とすなよ。本当だよ。自分のじゃないのに。え？今はもうこの時期はキスか、あとテトラのとこだったら寝魚でアイナメとか。いいなぁ、キス。分からんけど。まあハゼもだいぶ落ちとると思うけど。え？うん、この後どうする？どっち行く？うん、この後？何時までに帰る？知らん、ご飯どっちで今日？6時半だろ。おい、ほいじゃもうそろ帰らねえかい。遂げしたかった今日。だってもう今50分だよ。絶対今帰らんね。もう帰らんとか言わん。だって人間ね、遅くても何も来てないの？何も来てないの？
なんか来てる？俺の予想多分何も作ってないと思うんだけどな。ああ、なんか。だって何もなかった気がする。あれ、反応せんなこれな。どうせ日課って言ったら。お金あるかもしれない。一人で先にもう焼肉始めとるかもしれない。食べちゃった。どっか食べに行って満々かもしれないで、あの人は。じゃあ帰るか。ひょっとしたら。じゃあ帰るか。あ、ちょっとジュースだけども。あ、これ飲めるジュース、ここが。あ、飲めんよ。逆にどうやって飲むか教えてほしいよ、それは。うん。あれ、お父さん気がつかんかったけどさ、あそこの向こうの山のさ、鉄塔がすごいいっぱい山に向かって並んどるじゃんね。だから。ああいうの絵になるじゃん。写真撮るとき。いや。ちょいちょい、あの。絵になろうとならんとだろうと、どうってもいい。あの、なんかの、次、写真撮るときの参考になるもんで。参考にしてどうするや。ここが限界か。いや、もうこのままうち帰る？うん。ああ。小じきが待っとるで。なんだ小じきって。腹減り小じきが待っとるで。ああ。で、バイクを鳴らすと、釣りの人に怒られるやん。うるさいな、魚が逃げるわ。ああ、最高。ふ、うん、かしまくろうぜ。ロンリーラプソディー。ねえ、行っちゃったよ。は？歌った今の。あ、なお、よろんで。あ、眩しくなも見え。はいよ、行って。あー。行っていいよ。これ用のさ、置いていかないで、ついてくから。シールド買わんとさ。クラゲン、ロッソディ、ハリアこれ。ハリア。あのミスポリアン、ゴブリンジュニア。ゴビンジュニア？ゴビンジュニア、去年のね、確かね、夏前ぐらいにハリア頼んで、届くのが来年の夏だったけど。え、そんなんもうさ、幅打ちとかやったりそうだよね。ね、やべえよな。なんでハリア？いや、かっこいいんじゃない？もうかっこいいはかっこいいけどね、別に。似合わんね。確かに似合いますね。ゴビンジュニアってハスラーのやん。いや、ハスラーではない、絶対。なんかあの、アスラか、アスラか、スバル乗ってて欲しかった俺は。スバルと何？あの、さ、低い手の、あのセダン？そうそうそう、あの、CM のやつ、CM のやつインプレッサーみたいなやつ。そうそうそう。ないな。いいパパになってほしい、このままゴブリンがアスラだった？そうや、うん、ゴブリンアスラだった、青色の。あの、それね、前のは踊ったやつじゃない？はい、置いて。ごはん。あれ、戦争が来んよ。だって車来るの怖いやん。なんだお前。お前、どんだけビビリや。K、じゃないんだけど。バイクなんだけど。怖いやん。いなくなったらやっといける。なんかいっぱいあったよね。いつまで生きるの？全然来んけど。あ、ちょっと、坂屋、怖いな。何が起きるか分からんね、前で。あ、これあれか。あ、ここ。そっか。うん。行きますね。はいよ。なんか、いいやつするのにもったいないわ。あ？すげえさ、マフラーの音はいいのにさ、もったいない。うん、何がもったいない？人がもったいない。運転がさ、こうする。マフラーの音。あ、そういうこと？うん、いい音が。で、それとる。やばく飛ばされる。わぁ、めっちゃ綺麗。うん。あ、ようやくこの辺治ったね、穴開いとったの。ね、ここだってね。
で次は。なんだお前、風情がねえな、まあ。いや、こういう匂いをね、嗅ぐのはね、久しぶりだからね、慣れないんだよね、田舎を感じる。もう一本道がいいよな。ああ、いいじゃん。なかなかないよな。ないよ。見られないってことは、うん、みんなこれ多分スポーツバイクが勝ちだしてる、交代制で。いや、関心がないだけだ。すっごいやばいからね、なんか肘張りすぎなんでね、肘が。うん。なんか横にピュンされてるよ。そうそうそう。すげえダセーだけど。なんかすごいね、下手くそなんだよ。今は。肩に力が入りまくってるもん。なんかすごい、ドキンチョイする人みたい。そうそう、今は。まあ、普通かな。なんか前傾すぎ。うん、前傾すぎ。でもまあ、風圧があるでしょうがないかもしれないけど。乗っ取りあれならもっと本気でやってほしいもん。ま、うん、っすぐ行ってもいいし、左今から曲がって行ってもいいし、どっちでもいいよ。どっちがいい？どっちでも一緒。ハーレーさんっぽい人がいたな。あ、これあれか、でかい橋か。うん、じゃあまっすぐ行こう。まっすぐ、うん、だって怖いや、でかい橋。なんで？揺れるしさ。揺れんし。スタンディングできるよ、スタンディングできる。あの橋は揺れんし。あのマックのとこだよね。うん、じゃあ迷うな、どっちがいい？どっちでもいいよ。あ、でも同じ道はつまらんからな。うん、でも夕日に向かって走るもんで、ま、雰囲気は違うかもしれない。じゃあ、ここ曲がるか。曲がる？はい。お父さんが曲がりたそうだね。お父さんどっちでもいいよ。ぶち抜くだけだね。どこで曲がるの、その後？マック？うん、その前？あ、マックで曲がる。マックで曲がる。あ、違う、その前で曲がる。その前で曲がる。その前ってどっかわからんだけど。はい、次の信号。前浜から出てきたところ。うん、次の信号。あ、そうだ。うん。右の車線で。あ、遅かった、意外と。ちょっと今上手かったでしょ。うん。もう今良かった。まあね。あの、行きやすかった、車掌が。まあね。やべ、あいつが抜かれる。待ってた。離される。ついに川からレースじゃねえ。こんぐらいかな、距離的には。あー、風すごいな。うん、ちょっと風が強い。わっと眩しい。やっぱりさ、スモークにしないとさ、うん、眩しいね。スモークというかミラーね。あ、ミラー、ミラー、うん、変えたいな、それも。ああ、でももうあとちょっとだよ。なんか変えたいなって思いながらさ、暮らして終わったもんさ。変えるっていうか、買い足しね。うん、全然変えるやん。うん、あ、そうか、このヘルメットはそうか。ヘルメット変えるやん。ああ、そうか。なんかミラーに慣れちゃった、もうクリアやばい。ああ、なるほどね。ジェッツのミラー、いいもんな、あれ。あと普段車もさ、サングラスしてるからさ、もう映して。この信号は？うん、右ね。先行っていいよ。行っていいよって朝やん。違う違う違う。行くぜ。朝やんな。あ、ちょっと待って。そうか、お父さんが一番最初入らないかのか。あー、その後か。うん、最後はってだ。最後でいいのか。お父さんが一番最初入って、で、それから入って、おいで、最後。で、車も入れんっていうかな。うん。で、そうそう、これ奥に着くのはいいだけでしょ。わあ、だからだから、お父さんが最初にやらないかも。なんであれ？ヤマハの R… 負けんぞ。そう、かっこいい。負けんぞ。ガチの人だね。うん、そうだね。多いね。背中にあのパッドが入ってる、脊髄パッドが。ね。いい音。でも250の悲しさがあるね。でもさ、250でもいいやつするよね、今の。ちっちゃいなと思って。なんでさ、あんな走って速くできる？え？なんであんな走って速いの？いや、あれが普通だと思うよ。普通っていうか、
かさ、回すの次なんだよ。そう、あのね、意外とね、思いっきり回すとね、できるようになる。うん、ハンクラの時間が長すぎだわ。なんかね、最初それだったけどね、なんか回すのに慣れるとね、意外とね、自分それしたくないんだって思う。待って、こっちは怖いわ。マジ、抜くか抜かんか迷いレベルだもん。おかしいな。今結構回したんだけどな。ゆうきの方が迷ったわ、今。おー、だからハンクラが長すぎるだろ。わーとも遅いんだけどね。おかしいな。本当に練習した？練習受けたじゃんと。免許持ってる、本当に。しっかり、もう2人でしっかり。なんでそんなさ、パパがさ、パパがさ、何？パパがさ、なんて変なんだよ、こうやってる。これはこうやってる。うまいだろ。なんかね、こうやってる。そう。こうやってるだろ。なんか変なんだよ。あ、中丸くんみたい。中丸くんのひどいバージョンみたいな。すごいなんか猫背具合。なんで？こっちは聞いとる。なんでだろ。